こんにちは、岡田克也です。2月に干し柿の種から葉を出した我が家の柿の木、以前にもお知らせしたことがありますが、その後も順調に育っています。ポットが置かれた窓は西向きなので、午前中は日当たりが良いせいか、葉っぱも赤くなってきたものの、まだ落ちずにいます。新型コロナウイルスの第一波が猛威を振るった5月ごろ、 ぐんぐん成長する柿の木を見ることで気分を和らげてきました秋以降に伸びるペースは落ちましたが順調に育っています実は柿の木はもう一本弟分がいるのです数ヶ月遅れで別の干し焼から同じように芽を出して成長していますこちらは二つに枝分かれして背はなかなか伸びないのですが多くの葉をつけていますいずれも 七年後には身をつけるはずですが渋柿の可能性大ですどんな干し柿ができるか楽しみですそして正体不明の柑橘類私の記憶に間違いなければいただいたザボンの種からの出がではないかと思いますそうであれば家の中で収穫するまで育てるのは難しいかもしれませんいずれにしろとても元気で 成長していますそれぞれ10年後に立派な身をつけることでしょう厳しいコロナの時代に生まれた三兄弟これからも順調に育つことを願っています多くの方々が命を失い深い悲しみに沈んだこの1年不安定な経済の中厳しい生活を強いられたり医療関係者をはじめ緊張感ある対応を余儀なくされた人々世界中の人々が それぞれの大きな悲しみと危機を乗り越えたことをこれらの木々を見ながら安堵の気持ちで思い返す日が来ることを心から願います。